2月23日 J グリーン堺で京都サンガ FC とのチャリティーマッチが行われました。入場料などの全ての収益が全額スタジアム建設募金団体に寄付されるという趣旨のもと、当日はチケットが完売となりました。またスタジアム場外では募金箱が設置され、大人から子どもまで多くの方にご協力いただきました。開幕の浦和レッズ戦を1週間後に控え、この試合が最後のテストマッチになります。観客席には新生ガンバを一目見ようと多くのサポーターが駆けつけました。試合前にはこの試合を主催した大阪府サッカー協会の鬼竹健二会長の挨拶。この試合注目は新加入のゴールキーパー東口、そしてもう一つの注目、フォワードの先発は佐藤。重要な一戦がキックオフ。まず仕掛けたのはガンバ、二川のクロスに佐藤。しかしこれはオフサイド。試合が動いたのは7分でした。サイドの混戦から内田が抜け出しクロス。これを佐藤。佐藤がいきなり結果を出します。内田が後方からスルスルと抜け出し、ゴールをお膳立てします。攻撃の手を緩めないガンバは佐藤のポストプレー、藤原のドリブル突破からのシュート。今シーズンも藤原の攻撃力は健在です。ガンバは前半堅い守備でサンガにチャンスらしいチャンスを与えません。ガンバは42分、サイドで倉田がボールを持つと、二川、藤原とつなぎ、最後は再び倉田。三人が絡み素晴らしい連携を見せます。前半1点リードで折り返します。後半に入り、サンガも攻撃に出ます。しかし、堅い守りでゴールを許しません。追加点が欲しいガンバは阿部に代え新戦力のリンスを投入します。すると82分、内田からパスを受けるとコースを狙ったシュート。見事なアイデアのシュートも、これはキーパーの好セーブ。追加点を決めれないでいると84分、サンガに一瞬の隙を突かれます。決めたのは元ガンバの横谷。追いつかれたガンバはその後積極的にゴールを目指しますが、決めることができず。開幕までラストマッチとなった試合は1対1の引き分けに終わりました。試合後は感謝の気持ちを込めてサポーターに挨拶。結果は引き分けたものの、新しい力が融合し収穫ある試合となりました。